外をごめんな。いよいよか。こんな形で戻るなんて思ってもみなかったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、あいつで攻めもサポートも万全だ。あんたがピンチの時は俺に任せる。ねえ、そんなことよりあなたの意気込みを聞かせて。はい、私もぜひ。南谷、刮目せよ。シュレイド城の見取り図だ。現地には当時の兵器が残されている。まず大砲だ。そしてバリスタ。単発式高速弾があれば高速もできる。ここにはレールが存在している。移動式のバリスタが設置されているようだ。そして激流槍、現地に存在する最大の武器。ここにあるからくりを手動で操作し打ち出す仕組みだ。そしてここには防護壁がある。これも手動のからくりで扉を動かす仕組みだ。ここにそのからくりがある。緊急時に役立つやもしれん。以上だ。それぞれの位置を頭に叩き込んでくれ。はい。ミラボレアスにシュレイド城、まだ夢のようです。何しろ昔々のお話というのが決まり文句でしたから。私も妙な気分だ。祖父母の祖父母の、そのまた祖父母の代よりも前から伝わる幻であるからな。ミラボレアスがシュレイドを滅ぼしたのは後の創作という説が一般的ですし、本当にいるなんて思ってもいませんでした。ミラボレアスとは正確にはコースそのものを指す言葉ではない。かの存在自体を統括し表す言葉だったが、長い時を経てモンスターの名として定着していったようだ。俺たちが立ち向かうのは歴史そのものなんですね。間もなく到着だ。心せよ。夢なんじゃないかしら。おお、すごいな。うまく言えないけど、昔と今って本当に繋がっていたんだって実感してるよ。問題が、地図にはなかった。激流槍の真ん前に？これじゃ速射バリスタも防護壁も使えないわ。急ごしらえのような。ミラボレアスとの攻防中に増築したのでしょうか。よもやシュレイド城の人々は激流槍を生かさなかったか。攻めを放棄すれば滅ぶは断り。いや、おそらくは使用した。それでもなおかなわず死力を尽くし守りを固めた。
彼らは最後まで足掻いた。でなければ今に彼らの戦いが伝わるはずがありますまい。霊を書いた言葉であったな。ですがどうしましょう。これがある限り激流槽も使えません、うん、急ぎ撤去。はっ、人をよこさせる。本体は間もなく到着と聞いています。早いな、恐れいる。彼らの力があらば十二分に間に合うだろう。俺たちもやろうぜ。翼竜も連れてきましたし、キャンプは高台に設営しました。地図の更新もしないと。どうしたの？調査団の本体はもうすぐ着くんですよね。そうだ。急げ、揺れているぞ。調査は、調査なんてとんでもない。死なない程度に時間を稼ぐっす。バカな、無謀すぎる。退避だ。過ちは許されん。必ず守れ。はい、急いでキャンプに。彼らを侮ることこそ最大の過ち。私はそれをよく知っている。将軍、大ダメージ。
今なら頭が狙えます。あんた無事か？回復タイムだ。こっちはまだ大丈夫だ。しっかり装備してこいよな。引いたんすかね。はっしゃぐのはまだ早いな。
確認。一名が負傷、壁が破壊されています。激流槽は使えるか。動作確認を急ぎます。今しばらく時を。調査団の本体到着しました。うん、二人の力あってこそ時を稼げた。彼らが希望をつないだのだ。死なせてはならん。猶予はわずかだ。急げ。はい。やっぱあの人みたいにはいかないか。皆さん、連絡にて、一つ、移動式速射バリスタ、防護壁使用可能。激流槽は整備中。時が来たらうまく利用してください。一つ、本体到着、救難呼べます。この人は任せて。今ここにいる存在は現実です。現実である以上、必ず討伐できます。防護壁をレバーで起動できます。ブレスを防ぐのに使ってください。飛翔する黒竜にはバリスタや大砲の活用を。移動式速射バリスタ使用可能です。
Thank you.
せよ。
流層動作確認の報告あり、使用可能です。最低限に